デイシスのイコンデイシスとは、ビサンティン美術及び後の聖教会芸術において、伝統的なイコン。尊厳あるハリストス、もしくは全能者、ハリストスの姿を表している。ハリストスは玉座に座り、聖書を持ち、傍らに、生仮民女マリアとセングジュアライヨアンが立った姿で描かれ、時には他の聖人や天使も描かれる。マリアとヨアン、よび他の描かれた者たちは、 人間のために嘆願するため、ハリストスに向かって手を挙げている姿で描かれる。ハリストスの右手は祝福する形となっており、左手には聖書がある。ハリストスが座っている玉座は、最後の審判を想起させるものであり、左手の聖書は人々に、神の教えに従って、生きよとの神の教えを示している。右手の祝福は、教えを守りきれない人々に対する、 ハリストスの憐れみを表している。デイシスの前で祈る際には、悔い改めの心を持ち、マリアとヨアンの天たちを願い、罪の許しを願うように祈ることが、聖教会で教えられている。マリアとヨアン、及び他の者が描かれることは、四人の福音記者もしくは、その象徴が、キリストの周りに描かれることが普通である、聖法教会における尊厳なる。 キリスト像の構図と異なる点である。デーシスの構図は西方においても見られるものであり、特にビサンティン文化の影響下にあったイタリアの一部やヨーロッパの残りの地域にも見られるものである。デーシスも尊厳なるキリスト像も西方教会においては中世の間に徐々に使用されなくなっていった。ありがとうございます。